2024年10月26日土曜日 SMBC 日本シリーズ第1戦横浜 DeNA ベイスターズ3・5福岡ソフトバンクホークスアット横浜スタジアム7年ぶりに実現した横浜 DeNA ベイスターズと福岡ソフトバンクホークスの日本シリーズ9回に脅威を粘りを見せる横浜 DeNA を振り払いソフトバンクが5対3で勝利を収めシリーズ1勝目を挙げた 横浜 DeNA ジャクソン28ソフトバンク有原晃平32の両先発で幕を開けたこの試合は両者ともに高騰を披露150キロを優に超える直球で押していくジャクソンと多彩な変化球を駆使する有原両投手の好頭で初回はともに0点に抑えた先制したのはソフトバンクだった2回ソフトバンクは栗原良也28 の出塁を皮切りに2試満塁のチャンスを作ると、投手の有原が打席に入る。打つ気満々で打席に入った有原はジャクソンのストレート攻めに対応。真ん中に来た153キロの速球を弾き返すとライト前へのタイムリーとなり、ランナー2人が帰ってソフトバンクが2点を先制した。思わぬ相手の一打で先制を許したジャクソンだったがその後は立ち直り、直後の柳田勇樹、36。 お空振り三振に仕留めると、そこから日本シリーズ最多対記録となる5もの連続三振を達成。そのバトンを受けた中川颯、26、坂本裕也、27、佐々木千早、30、山崎康明、32、も強打のソフトバンク打線を抑えていく。投手陣の力投に応えたい横浜 DNA 打線だが4回以降、 毎回ランナーこそ出るも得点圏に進められず、有原はツーシーム、カットボールなどの動く球を駆使して7回までに104球を投げて無失点、4奪三振という好内容で横浜でナ打線を抑えて降板した。8回、有原の後を受けて投板した左腕ヘルナンデス、27、が力強い速球で巻き周五、26、佐野啓太、29、から連続三振を奪うと、 これでソフトバンクは勢いがついたのか9回に今宮健太33と栗原がタイムリーを放ち3点を追加して横浜 DeNA を突き放していく横浜 DeNA は9回裏守護神オスナ29から梶原晃貴25森系と22が連続でタイムリーを放ちさらに桑原雅史31 持つき2点差に迫るも反撃はここまで。投打が噛み合ったソフトバンクが解消した。敵地で一勝を挙げ、優位に立ったソフトバンク。明日も勝利して地元福岡に戻るか、それとも横浜 DNA が意地を見せるか。